こちらのエリアでは中学生や高校生が学びの成果を発表しています。朝霞開成高校の生徒は人参の絞りかすを使ったハイブリッド和菓子を開発し、フードロスの削減に努めています。郡山市のビッグパレット福島で始まった福島 SDGs 博。およそ100の企業や学校団体がそれぞれ進めている SDGs の取り組みを紹介しています。 NPO 法人ロータスは、捨てられるはずだった会津切りの切れ端を使って木工船を作る体験コーナーを設けました。木捨てちゃうともったいないから、おもちゃにして遊ぶ。手を加えて作り替え、再利用することを通して、物を大事にする思いを育みます。新たなものに命を吹き換えるというか、吹き込むっていうような、そういった気持ちがこう SDGs に一番つながるんじゃないかなと思ってます。会場には、福テレもブースを出展。新聞紙を使った防災スリッパ作りなど、災害への備えを紹介しています。福島 SDGs 博は明日も開催されます。